こんにちは、スプリングです。私は今鳥取県の日南町、すごいですね。昨日雨が降ってたので、おそらく水流が増えてるのかなと思うんですが、前回ちょっと関西弁でね、いろいろ喋ってしまいましたけども、どっちの方がいいですかね。関西弁の方がいいか標準語の方がいいか、個人的には標準語の方に慣れてるんですが、基本的には普段は関西弁バリバリ、ゴリゴリの関西弁なんですけども、いや本日はですね、以前の動画でも登場いたしました特急やくもこ撮影をしております。今来てないね。こちらは庄山駅を出たすぐそば、結構ねくねくねした場所になります。夏場になると結構、草が生えてなかなか取りにくいんですが、この時期に関しては、冬ですので、あまり草がない、あるっちゃあるんですけどね。もうそろそろ、やくも22号がやってまいります。国鉄色のやくも24号の前走りですね。ちょっとそれを撮影をしてみようかなと思います。なんかちょっと天気回復してきてるんですよね。ただこっちの方を見ると、どん曇りなんですけど、なんかここで撮るのもちょっと久々な感じがいたします。貨物列車ぐらいの長大編成、長大でもこの辺だと十何両ですけど、それでやったらね割と映えるんですが、7両ぐらいの役まではちょっと映えないんですけど、いいかと思ってちょっとここで適当に撮っていきましょう。その後役も22号まで撮影をし、あ24号か撮影をして、今日は撤収をしようかなと思います。いやでもあれですね、ベニーモーソフトクリームみたいな色をさ、ヤクモ号、スーパーヤクモ色ですけど、紫色のね、あれかっこよかったですね。また帰ってくるんですけど、タイミング的に撮れるかどうか分かりませんので、今日は北鉄色でしまいにしましょう。というわけで撮影をしていきます。よろしくお願いいたします。途中からね関西弁を忘れて普通のいつも通りの感じに戻ってしまっておりますけども、早速撮影をしていきたいと思います。向こうの方から今回増結をしていますね。この日は増結をしたりしなかったり、こちらに関しては7両の特急やくも22号がやってまいりました。おお、かっこいいですね。ちょっともうちょっとやっぱりね長い方が良かったんですけど、今回開放で撮影をしてみました。 F2.8 大きいロゴのヤクモがやってまいりましたね。非常にかっこいいのが撮れました。いやーほんまに天気悪いですね。というわけで雪の塊がございますけども、まただいぶ偏僻なところにやってまいりました。結構高いところですね。こんな感じ。この下に線路がございます。これですね、まもなくすると後ろから八雲の何号だっけ、17号だったかな、ちょっと忘れてしまいましたが、それがやってきます。そして、この先根尾駅で国鉄色の八雲24号に列車が交換をしますので、ちょっとここで2発撮影をしてみようと思います。晴れてるとねもっと、綺麗な風景になるのかな。春先とか綺麗かもしれませんが、今日はちょっと天気微妙なので流し撮りでもするか。なんか困ったら流し撮りみたいな、なんかそういう風潮が私にはありますが、ちょっとそんな感じで撮影をしてみましょう。なんかね結構この枝とかも伸びてるので、ちょっと微妙だなっていうのがあるので、そうしようそうしよう。にしても結構降ったんですね。除雪は完全にされて、今は全然雪もどうってことはないですけど、降るんだね。こんなとこまで雪が降ったら上がってこれねえだろうな。そんなこと言いながら撮影をする時間が近づいてまいりましたので、ちょっと準備をしていきましょう。この辺りね本当山の中ですので、なんか遠くの方から列車の音は聞こえてくるんですね。ですので、来たんじゃないか思って動画を回し始めたんですけど、実はまだ来ないんですね。しかしながら動画撮っておりますので、流しておきましょう。ちょっとね、ここ構図としては限られる、6両7両ぐらいだったら、普通にこの入ると思うんですけど、右の方に鉄塔があって、その左には結構枝がピュンピュン伸びておりますのでね、なかなかどうしようかなとか思ったりをしたんですけど、やってまいりましたね。こちらパノラマ型の、特急ヤクモ、片方のパノラマに関してはね、今はもうスーパーヤクモ色になっておりますから、このパノラマ型もう一つね、この普通のゆったりヤクモ色で撮影をしてみましょう。
ちょっと先ほども言いましたように、普通にとっても山狩りの季節はあんまり綺麗ではありませんので、天気が晴れていたらまだ違うかもしれませんが、流し撮りをしてみました。だいぶ攻めてみました。というわけで撮影しました。こんな感じ、5分の1秒ですね。ちょっとビブレ起こしましたね。ちょっとさすがに攻めすぎましたかね。いや、やっぱあれですね、まあ、雪も本当に場所によって残ってる残ってないっていうのがありますね。あの向こうの方なんかしっかり雪が残ってます。あれは完全に山陰でしょうね。日が一日中当たらないような場所なのかもしれませんが、まあ、夏場だったら当たると思うんですけど、この時期冬っていうのは太陽高度低いですから、まあ、おそらく当たらないんでしょうね。ですのであそこは雪が積もってる。でも他は全然なんてこともないですもんね。あ、もう来たわ。いや、私ね、基本的に集中力がありませんので、こうやってね、なんか列車が来るタイミングでも喋ってるんですね。本当になんか山の中で一人で喋って気持ち悪いなと思うんですが、左の方面、逆も24号、国鉄色がやってまいりました。やっぱりね、日が当たるとね、国鉄色綺麗なんですけど、曇っているとね、そこまで綺麗じゃないんですよね。まあですのでね、ここ来ましたけども、流し撮りこちらもやっていきたいと思います。いやー、でも遠目で見ても国鉄色っていうのは非常によくわかりますね。かっこいいね。というわけで写真はこんな感じになりました。ちょっとね、カメラ傾けて流し撮りをしてみました。まあ先ほどよりはちょっとマシな写真が撮れたんじゃないかなと思います。さあ、というわけでヤクム24号撮り終わりましたけども、あともう一回だけね、すぐ115系がやってきますので、それだけちょっと撮影をして終わろうかなと思います。さあ、本日ラストの撮影、黄色い115系くんがやってまいりました。こっち側は普通の顔つきですな。撮っていきましょう。いや、今回はね、まあ冬の天気の悪い日、まあしかも雪すらあんまない日になってしまったので、あんま綺麗じゃないんですけど、まあ冒頭の方でも述べたように、ここ秋とか春先とか結構、新芽の季節綺麗でしょうね。まあ太陽がね、どうしても回らない、この影側になってしまうので、まあそれはまあどうしようもないかなと思うんですが、まあこういう黄色い115系とかでも割とまあこの景色にマッチするんじゃないかなと思っております。私意外とね、この黄色の車両好きなんですよね。というわけで写真撮ってみましたが、やっぱちょっとシャッタースピード的に攻めすぎてるので、今度は後ろの車両がピントが合っておりますね。情けない限りですよ。というわけで今回はですね、お昼からの参戦でしたけども、このスーパーヤクモ色の参拝地へ走り始めたということで、ハクビ線に行ってまいりました。また撮りに行きたいですね。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。